どうも、さとちゅンチャンネルでございます。久しぶりにこんなの引っ張り出してきましたよ。はい。じゃじゃーんジェリープロです。まあ、かつてね、世界最小2.45インチスマホということで、えー、話題になりましたけどもね、えー、このスマホをですね、改めてね、まあ、今回フィーチャーして、えーあのー、取り上げてみたいと思います。はい。えー、これはですね、あのー、クラウドファンディングで,で募って、 え、まあ、海外でね、発売されたスマートフォンだったんですけれども、えっと、今現在はですね、日本国内に代理店がありまして、え、まあ、こ割とね、あの、購入しやすくなってますね。え、このね、商品の詳しいスペックなんかは、動画の説明欄の方にリンクを貼っておきますので、あの、興味のある方、ぜひチェックしてみてください。まあ、そちらでね、購入することもできますし、えっと、この、まあ、スマホに関するね、 えー、まあ基本的なスペック、メモリとか、そういったデータもね、えー、書いてありますので、えー、ぜひチェックしてみてください。でですね、まあこれ、僕はね、あのソネットのゼロシムを入れて、まあ普段は運用してます。まあゼロシムだからね、あの月額料金がかかんないんですよ。だからまあ普段はね、まああんまり電源入れなくて、まあほったらかしにしても、あ、時々ちょっと使ってみようかなって感じで電源入れてね、まあこれで遊んで使ってるというような感じでございます。はい。でですね、 まあ、これね、あの、笑っちゃいますよ。<laughs> これにさ、アンドロイド7.0が入ってんだよ。こうやってさ、こうスワイプしてさ、ピッとやったらさ、まあ、これで、まあ、Google マップ開いたらさ、こう地図がこうやって使えるわけでしょで、拡大してさ、もう、ね、居場所がもう分かっちゃうわけですよ。こうやってね。ヒュ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 ,ヒューとさ、こんな感じでさ、もう分かんだよね、こうやって。ほらほら。あー、ちょっと白飛びちょっと。ほらほら、こんな感じでさ、ね。 ほらこういうの地図も見れちゃうねで今の現在地がどこにあるかもこれ持っていればわかるわけですよ。でもちろん、まあ、GoogleChrome といったブラウザとか、まあ、僕いるようショッピングアプリとかねこれでなんかねあなんか電池がなくなっちゃったとかでピピピッてこれ買い物もできちゃうわけなんですよね。 えー、もうこれがねこのサイズでできるっていうのがすごいんですよ。だからちょっとねサムネイルにしもしましたけどこういう風にさキーホルダーにこうやってくっつけてさ普段から持ち歩いててもいけそうな感じだしさこう何ここねあのストラップホルダーもねついてるから、まあ、首からぶら下げてさ、まあ、ペンダントみたいにして使ってやることもできるわけなんですよ。でえー、っとねまあ他にも何だろう えまあこれでニュースも見れるし YouTube 見れるでしょメールもできるわけ文字打てるんですよこれでちょっとちょっと見せますかちょっとツ,ツイキャスじゃないちょっとまあツイキャスじゃないツイッター開いてじゃあちょっと文字打ちの画面でもお見せしますえっ、ー、とじゃあさこれやってさほらここには、まあ、ほらほらこのここに文字打ち画面ちょっとごめんなさいピンボケでごめんね ここでまあ文字打ちの画面が出てるんですけど、これね、こんなちっちゃいのに一応ね、文字が打てるんですよ。ピピピピピピって言って。まあね、普通のスマホみたいに素早くは打てないんだけども、一応ゆっくり打てばね、一応こう打って、まあここで、まあここにいるよーっていうぐらいのことだったら、まああの、簡単にね、これで遅れちゃうっていうね。えー、もうこのあたりがこのサイズでできるっていうのがね、まあまあ驚きなんですよね。でね、 えー、このスマホはですね、まあ、どんな使い方、こんなちっちゃい画面でさ、アンドロイドの OS が乗っかってるっていう時に、どんな使い方が向いてるのかなーって考えた時にさ、えっ、ー、とね、これがいいかなーと思うの、1つはね、カメラ。これ結構ね、カメラ性能はね、あのーまあ、そこそこ映るんですよ。えー 写真をこうパッと撮ってもさ、あのー、何て言うのかな、まあ通常はソフトウェアボタンで、シャッターでこう切るかもしれないけど、まあこれはね、もちろんここで割り当てができるんで、この音量ボタンを押してね、カシャッってやると、もう結構使いやすいんですね、割と。ここでやソフトウェアでやるよりも、こっち物理ボタンでやった方がすごく使いやすいです。で、他にもですね、まあ音声レコーダーの機能もありますので、こう、目を取るのめんどくさい方らまあ声でね、あ喋って、 あの録音して後で聞くとかいう使い方、あ,あとは F.M. ラジオも一応ついてます。<laughs> F.M. ラジオね、これあのイヤホンをアンテナにして使うんだけど、ただね日本の電波ときっちり合ってないからちょっとね入る電あの周波数ってのは限られるんだけど、まあこれに録音してさあの持ち運んで別の場所で聞くとか別の時間で聞くとかっていうこともできるわけなんですね。だからこのサイズだから使いやすいっていうラジオを聞いたり、あとは。 音楽プレイヤーね、えっ、ー、と、アマゾンのさ、あーなんていうのアマゾンプライムとか入ったらアマゾンミュージックとか、まあその他、まあ音楽配信サイト契約されてる方は、まあこれでアプリを入れて、ここでこうポケットに取ってね、まあイヤホンで聴いて聞くっていう。まあこのサイズだったらさ、あの iPod だったっけ ?iPod Touch みたいなやつなんかそれくらいのさ、サイズ、あのウォークマンみたいな感じのサイズだからさ、結構そういうの使いやすいと思うんですよね。 うん、こういうペンダントとかアクセサリー感覚で持ち運んで使うっていうような使い方。うん、で、そう使った時に、えーあのー、そんな感じの使い方が、まあ、やりやすいのかなと思います。で、まあ、やっぱりね、こんなちっちゃいとだから弱点もいくつかあります。はい。えっ、ー、とね、まずは電池持ちがね、あんまり良くない。これバッテリーが 950mAh なんですよ。1000mAh もない。だからね、 連続で使ったら多分半日ぐらいしか持たないんじゃないのかなと思います。はい、あとはですね、動画配信が苦手なんですよ。これがネック。えー、例えばツイキャスであったり、あとは YouTube ライブ配信。これはね、結構途中で止まっちゃうんですね。熱持ったりして。そこがね、弱点なんですよ。ただ、あの視聴はできます。えー、っとツイキャスビューア,ーアプリで動画視聴したり、えー、っともしくは、 YouTube アプリでね動画を見るとえー、いったことはねこれでも十分、えー、可能でした。はいなわけでねまあ、このミニマムな分、まあ、使い方用途はちょっとあの絞られるんだけどでもこの小さいからこそなんか使いやすい機能っつうのがね結構あるんでこの辺り皆さんもねいろいろ開拓して使ってみるといいかなと思います。はい ま、この商品のね、あの、詳しい内容も、さっき冒頭に説明しましたけども、あの、動画の説明欄にリンク貼っておきます。ぜひね、チェックしてみてください。えー、てな感じでね、今回はジェリープロ紹介してみました。えー、この動画がね、面白いな、役に立ったなと思ったら、えー、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、さとちゅうんチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。